ご視聴ありがとうございます。アグリド犬カブトムシ坊主です。はい、今日はですねちょっと生態のご紹介の動画ですね。去年も一度何回か出てるんですけど、この子ですね、ヒヌカンアグニケットの極太ラインですね。これね、突然変異で顎がねめっちゃ太いんですよね。しかも右側だけ、しかも変な太さなんですよ変な太さです。でこちらをちょっと去年羽化しているので、ちょっとそろそろブリードしようかなと思いまして、眺めてたらそういえば最近動画撮ってないなと思って撮りました。まだ健在です。不思議。で不思議なオオクワガタがね、顎の形が不思議なやつがね、あと1匹いるんですよ。それがね、まあデビル、ハーフデビルケットなんですけど、それはあのヤフオクで落札したオオクワガタなんですけど、なんかねベースがのせ YG らしいんですよね。だからそちらは大型系にしようかなと思ってます。でこちらのね、あの兄弟もいつだったか、去年だったかな、去年何ペアかあの出品して、まあ、購入していただいた方ね、あのいるんですけど、すごいぶっ飛んだのが出たらねいいですね、両方とも。ここがね、こっち左側はもう細いですね。でこの血統はですね、自分が一番最初に買ったオオクワガタ、野瀬さんからの類代で飼育しているオオクワガタですね。でこの子だけ爆発してます。はい、でメスがね、一応この子こちらですね、超元気なね、この子をちょっと使用します。これもなかなかでかいんですよ。頭もでかくてね、大きさもねかなりあるんですよね。で顎がすごい、はい、かなりいかつい感じのねメスですはい、さあどんなオオクワガタが羽化するのかちょっと楽しみですね。その前に産んでくれよって感じですね。頑張って産んでください。でオオクワガタなんか不思議でね、不思議なんですけど、産んでくれる年とね全然産んでくれない年がね、あのあるんですよね。不思議ですよね。去年比較的結構ね幼虫取れた、うん、取れたんですけど、今年はねオオクワガタはまだそんなに取れてないんですよね。多分気温が関係してるのかなっていうふうにね思いますね。ていうのも自分のブリードルームがね20度ぐらいなんですよ。本当にねずっとブリードルームにいたらね、あの風邪ひいちゃうぐらい寒いんですよね。多分それもあって産卵してないのかなと思います。あの20度っつったらだってあれですもんね、休眠するぐらいの気温ですもんね。だからちょっと作戦を変えて、あのブリードする個体、あと産卵セットですねはもう普通のブリードルームじゃない、まあ、玄関の下駄箱とかね、そういったところに置いてちょっと様子見てみます。はい、ということですね。今回の動画はヒヌカンアグニケット極太系のご紹介でした。それではまた次の動画でお会いしましょうね。グッバイ。